T シャツにした。まだムバメ届いてないかな。よいしょ。やすさん、タイガーさん、ホリちゃんさん、タンタンさん、やすべーさん、コンリュウさん、カメさん、コンリュウさんお久しぶりかな、マッコーさん、フラペチーノさん、リンクさん、バンジャラモンスターさん、津田ひろふみさん、マスオさん、ユウさん、哲夫さん、青色大好きさん、甘栗クリちゃんさん、ホリちゃんさん。そうなの、なんでだろうね、わかんないんだけど。ヨーテトラポットさん、ユウヤさん、ビッグボスさん、ヒョウさん、ゆりかもめさん、こんばんは。そう、背景真っ白背景真っ白。あ、しかも今日もまたメイクをしております。ハヤトさん、こんばんは。マルヒロさん、こんばんは。こんにちはって、こんにちは、こんばんは、はじめましてって。週末だー、イエーイ。金曜日だね、今日。甘栗クリちゃんさん、バラありがとうございます。仕事終わって今夜ご飯食べながら見てます。夜ご飯なんですか、おいしい。カツボのふこさん、こんばんは。瀬戸内のミニマロンさん、ダイユーさん、こんばんは。お、ジョイさん、七並びありがとうございます。昨日七並びできたっけ、言うな。昨日、おととい、なんか一日できんかった日があったよね。ごめんね、もう疲れ切って帰ったらすぐ寝ちゃった。よテトラポットさん、ハートありがとうございます。オパキューとマイキューさんこんばんは。ベイヤンさん、こんばんは。ね、お久しぶりかもね。お、今日はカープカットン、カープ見ようかな。よいしょ、カープカープ、カープテレビしとる今日。あ、しとった。今日からヤクルトか、ヤクルト戦。おいしょ、ただいま。しんちゃんさん、ハートありがとうございます。ひーくんさん、こんばんは。あやさん、こんばんは。 JT さん、こんばんは。アオイル大好きさん、おかえり。まだか、帰宅中だ。ペペさん、こんばんは。そう、これ腕んとこだけね、あみあみなの。これ確かね、HKT さんの4期生かな、受けるときになんかオーディションに着ていくきれいめな T シャツ、ダンスの審査のときに着る、そう、ちょっと可愛い T シャツないかなってママと探してこれにした。でももう今はレッスン着ちょっと思い出の T シャツ。村上さん、ハロー。松さん、ヤッホー。マスオさん、50年のありがとうございます。なんか最近夜マックの人多くない？食べたくなるやん。マック今なんか美味しいのしてない？キャンペーン、キャンペーン期間限定みたいな、食べたいな。ツンダさん、こんばんは。ハムの野郎さん、こんばんは。ツァンさん、こんばんは。わんこそばいそうこうやっほー。夏田リッツさん、こんばんは、元気です。横浜くんさん、こんばんは。そう、今日はアイロンもしたよ、ストレート。どう、ストレート、ぴょん。ちょっと長くなった、わかんない。でも切ったから前よりかは短くなってるんだな。リコッチさん、こんばんは。カープ今見つけた。トマーキさん、こんばんは。ヤスさん、50年のありがとうございます。お、今日は堂林が調子いいのね。そうなんじゃ。カープを見ながらサンフレのブランケットの上に座ってるね、スポーツニュース。あ、せいやが映ってる。松山さんだ。ゆうなのね、今年の副担任の男の先生ね、めっちゃ松山さんに似てるの。めっちゃ松山さんそっくり。わからん、今マスクしとるけんかな。めっちゃ松山さんにそっくりだよ。そう、ショールームはコラボができるようになったよ。あ、なんか虫が来た。
アンビとコラボ希望。アンナちゃんか、今度言ってみようかな。栗原健太さん、こんにちは。栗原で合ってる？合ってた。カープの見てます。いいな、カープ行きたい。これカープのさ、チケットってさ、抽選？もう取れんのかな。カメさん似合う、ありがとうございます。森健銀河さんこんばんは。タケンさんこんばんは。森健銀河さんハートありがとうございます。そう、丸選手はね、巨人に移籍したの。4期生は HKT さんの4期生は小6から中1になる時の春休みかな。そう、あの時に熊本地震があって最終審査が確か延期だったのよ。1ヶ月ぐらいずれたんかな、だった気がする。1ヶ月もずれたかな、分かんないけど、メール来て延期しますって。確か前日とか前々日とかめっちゃ近くだったのよ確か。そう、ペンギンさんヤッホー。バンジュラムスターさん50周年ありがとうございます。そう、髪はいつでも長い。ともあきさん50周年ありがとうございます。今日の体育のバレーの球技大会男子4クラスで1位になりました。おめでとう。楽しそう、バレーやりたいな。減量中だからジャンキーなの、食べたいがすごい。あ、ジャンクフードっていうやつ。マックね、食べたいよ。食べたくなっちゃうね。びっくりハートさん、朝がおーん、ありがとうございます。青色大好きさん50周年ありがとうございます。4年前だって、2016年。高1、中3、中2、中1、そうじゃね、4年前だね。現在首位打者だね、堂林。そうなん？広島出身のアイドルが今年のカープの見どころを発掘だって。誰？写真がちっちゃすぎて見えない。ポケット TSS 本人なんかな。え、でもなんかね、体はポチャポチャ体はポチャポチャ、なんかスポーツする感じの体ではないの。そんな背も大きいとか言うわけじゃないし。横顔かわいい、ほんま？横がいい？ずっと横で喋るねえ、めっちゃ肩なるくない？びっくり、なんでなんで？カバン重たいけんかな。金曜日ってなんか時間割の組み合わせでめっちゃ重たい日なんですよ。大変。ザンさん50周年ありがとうございます。 HKT さんの5期だったっけ、岩田ひなさんだったっけ、確か誰かも受けてたよね。会ってたのかもしれない。カープファンの友人が港大林学生にびっくりする。そうなん？あ、切れた、ファールちゃった、ホームランかと思った。カープはね、今ね5000人だったかな、入れるはず。1試合で間隔空けて座ってるよ、だった気がする。ヤスベさん50年のありがとうございます。勝手に四国観光大使の声見てる、ほんとよ。みほりん頑張れみほりん頑張れ。みほりんはピンマイカーと勝手に四国観光ガイドの兼任なんですよ。そうだから、めっちゃレッスンとかも時間かぶってたりして、半分四国出て半分ピンマイカーやってみたいな、大変なの。みほりん頑張れ、みほりん頑張れヨッシーさんこんばんは。今まで何回オーディション受けたの？
HKT さん4期生、SKE さん8期生、HKT さん5期生が最終まで行ったやつかな。あとはドラフト3期生もだったっけ、と16期生、AKB16 期生さんと STU の1期生さんかな。あとあれも受けた、坂道合同オーディションも書類だけそれ送っただけ。そうそう、熊本地震は2016年春だね。そうそうだね。カープは普段でもプラチナチケットだから今年は難しいか。行きたいなカープ。あ、でもあれかな、売店とかしてないんかな、ポップコーンとかちょっとカープ行って食べるのも楽しみの一つなのよ。入って速攻で買い物ご飯めっちゃ買って、で試合始まったら見て、で3回ぐらいでまた買いに行ってって感じで、6回ぐらいでまた買いに行って、7回買いに CC ダンス踊るの。あ、風船か、あれ。そう、 CC ダンスと風船はやってみたいな感じで、最後はおとなしく見て帰るみたいなめっちゃお買い物しに行くのよ。ポップコーンめっちゃ買うの。ポップコーンのなんかバスケットがあって、カープのあれをもうめっちゃ食べちゃう。あとジュースで、夏はカープのかち割り氷、かち割り氷知ってる、袋に入ってるかき氷みたいなやつ、あれをいっぱい食べます。そう、4年前はスクール生なってすぐ、入って半年かな、アクターズスクール入って半年間は初心者クラスの F クラスっていうのがあるんですけど、その F クラスでやってる時にオーディションでした。そうで、オーディションから帰った次の日が確か発表会かなんかで、朝からリハーサルとかあって、前の日の夜帰ってきて次の日朝すぐリハーサルみたいな、めっちゃ大変だった記憶があるよ。カメさん50周年ありがとうございます。スマイルアニマーくんさんこんばんは。カピバラさんこんばんは。折り紙欲しいの？マック家の近くにあります、いいな。ヨーテトロボットさんバラありがとうございます。カープが25年ぶりに優勝した年、2016年いろいろあったのね。広島に住み始めた年、いいじゃん。マスオさん夏いいねありがとうございます。ヤスベイさんも夏いいねありがとうございます。ゆなゆな配信勝手に四国観光大使カープ中継見つめるの忙しい。今は1期生さんの方がやってるの、四国観光大使かな。成長期ゆな、あさって公演なのに大丈夫ってゆな、なかなか大丈夫じゃない、いっぱい練習する。今から立ち位置とか、あの思い出したりとか、ダンスもやって最終追い込みする。 KLD さんこんばんは。ヨッシーさん50年のありがとうございます。6人のステージって初めてじゃん、しかも配信じゃけんさ、なんかめっちゃドキドキなんよね。絶対あれじゃん、ちょっと間違えたらさ見つけられそうじゃけんさ、頑張ろうって感じでも楽しみよ、ピンマイカ初めてのステージがどんな感じになるんか。いつもレッスンとかだったらめっちゃテンション高いユニットだと思うけんめっちゃテンション高いはずじゃけん、そうどんぐらいステージでもテンション高いんかちょっと楽しみと不安みたいなみんながテンション上がってついていけるかなって感じ。ユナあんまりなんかバカ騒ぎする方じゃないんですよ。まあテンションおかしくなったらおかしくなるけど、普段からずっと高い方じゃないけんちょっとドキドキなの。ヨッシーさん50年ありがとうございます。期末テストは無事終わりました。ゲラスさんこんばんは。教科書は全部部室のロッカー、いいなぁ。なんかね、多分ね今ねプロ野球は5000人かスタジアムの半分の人数で、どっちか少ない方って言ってた気がする。公園でパキって音聞こえたら嫌だね。多分ダンスしとる時はね聞こえんのんよ、でも MC の時とかにパキって言うかもしれんそれはやばい。
握手会とかご一緒されてた。やった。見てくれた？どうです香川バージョン。クラハムさんありがとう。ユナも押してね。アイスレモンさんこんばんは。インこの部屋明るい。白壁壁が白いけんかな。どうだろうね。進路希望調査戦中さん、学生さんかな。こんばんは。進路希望って大変だよね。なんか急に書類渡されてさ、1週間後までに考えてこいみたいな。ねえ、もっと早く教えてよって感じ。まあ普段から考えてけってことなんじゃろうけど、困っちゃう。 NMB さんはね、確かね、HKT さんの4期だったかな、何個か被っとって、どっちかにしよっかっていう話になったんですよ多分。でもなんか後からいろいろショールームとか、あの最終で残ったショールームとか見てたら、 HKT の方にもいた子じゃんみたいな、ちょっといろいろびっくりがあったんですけど。田中様の公演は終わったっぽい。あ、そうなんじゃ。2期生がやっぱ先なんじゃ。あ、ほんまよ。チームメイト広島も受けたのを受けました。受けたんですけど、あれはあのショールーム審査とかなくて、そう、もう勝手にじゃないけど、裏でひそひそオーディション進んでってたので、みんなは候補者とかは知らなかったかな。明日2時から音楽の日やります。見ますか。見よっかな。お昼の2時からか。そう、いっぱいオーディションを受けたよ。待って、なんて読むんだっけ。陸に送って書いて、地名、やばい、バカがバレちゃう。父さんお父さん、お陸父さん、こんばんは。いっぱい受けちゃいました、オーディションは。やっと STU の2期生で受かりました。4年間ずっと受け続けて、やっとです。そう、球場グルメ美味しいよ。諦めそうにはならなかった。うん、なんか一番最初受けたのが中学生じゃったし、なんかポジティブだった、いつでも。なんか落ちたら、まあ落ちてすぐは泣くんですよ、やっぱり悲しくて泣いちゃうんですけど、でもなんかもうなんか次の日とかその後にもうすぐさらっとして、はい次行こうみたいな感じだったんで、オーディションあったんびママとかから教えてもらって、今回も受けるみたいな。結構でもママから教えてもらうことが多かったです。カープうどんね、美味しいよ。カープうどんか武蔵のお弁当、夜ご飯、それがいい。売店はやってるけど酒類は出してない。あ、そうなんじゃ。じゃあポップコーン食べれるかな。ヨーテトラポットさん50位内のありがとうございます。ありがとうございます。うどん食べてきてよって。あ、そうなんや。かち割り氷、かち割り氷か。ナオピーさん、たくみーさん、やっほー。16期生だと磯貝かのちゃん受けてたよね。あ、そうなんじゃ。ユナでも書類だけだったので東京行くことなくでしたね。ヨスさん、朝顔ありがとうございます。半になるかな、まだ大丈夫。今日はあの週末の歌を歌いたい。ジムスターって、信弘さんはじめまして。テロップ通りだ、こんにちは。哲夫さん、ハートありがとうございます。ガイド公演は後からだ。あ、そうなん。6時からじゃけん、先ガイドしたんかな。で、今開始。宮本浩一さん、こんばんは。ゆなは日曜日出るよ。ピンマイカーで初の課外活動公演。出ます。アクター時代からシミサラ知ってたよ。シミサラ知ってたよ。マーサーさん、こんばんは。はじめまして。こんばんは。こんにちは。振り付けと立ち位置どっちが難しいですか。立ち位置かな。動くときに
誰かとぶつかっちゃったりする時もあるけん、それは絶対になんて言うんだろう、自分の位置を覚えてって感じかな。ダダダさんおはようございます。ピンマイカー、ピンマイカーっていうユニットで頑張りますので。 MC ね、どうなるだろうね。ピンマイカー、ランディオートさんこんばんは。いやパリピユナは見れないかもね。ユナユナダンスの基本がしっかりしててうまいって言ってたね。ありがとうございます。あんちゃん、つぶゆすきさんこんばんは。あれ変わってる、アバター変わった。りょうさん、名前変え忘れたって、どうしたん、変えたかったん。スポーティージーさんあんにょん。 STU2 期と SKU10 期同時に受けてる子もいたよね。そうなん、それは知らんかった。むつか、おむつとさん、おりくさん、むつは青森のこと、やっぱ地名か。やすべさんハートありがとうございます。松下以外の球場行ったことないです。ほりちゃんさん朝顔ありがとうございますね。 STA2 期で出会えてよかったよ、みんなと広島でずっといれるから。ほんまに広島っていうか海が好き。広島も好きなんかな。逆にまあなんかあんま地元嫌いな人おらんと思うけど、広島は好きよ。楽しいじゃん、いい場所にあると思うよ広島。そんな都会すぎず田舎すぎず。ぼちぼちお店もあっていいんじゃない。マイキーも最初に受けたオーディション中学生だったねって。そうなんや。 HKT さんの4期生書類送ったのはまだ小学6年生の時で、確か学校の先生に言った気がする。あれ中学校かな。そうなんかね、あのなこみくさんに憧れて早く入りたくて、最年少っていうのに憧れとって、そうだから早く入りたくて小学生の時に受けました。そっからなんかもう落ちたの悔しくてずっと挑戦。キヨ兄さんこんばんは。のっぴさん50カウントありがとうございます。公演頑張ります。ナマケロウさんはじめまして、こんにちは。マスオさん朝顔ありがとうございます。そう移動は難しいの。アクター出身は多いですよ。ごめんね、全然コメントを読んでなかった。つかぴーさんこんばんは。海好きよん、地元一番いいよね。トトロパパさんこんばんは、50年ありがとうございます。ピーヨコちゃんまんさん夏いねありがとうございます。アルテマさんこんばんは。レイカちゃんが SK9 期も受けてない。レイカちゃん確か名古屋だったよね、愛知だったっけ、地元になるよね。公演が先か握手会が先かどっちでもいいからって。つぶゆすけさん50年のありがとうございます。30回落ちたみたいな話してた気がする。そうなん、そんなあった、オーディション。ゆうのもでも他の事務所オーディションとかはいろいろ受けてた。ソニーミュージックとか ABEX さんの公開オーディションかな、キラチャレっていうやつもだし、あとは広島ランウェイ、あれはオーディションじゃないのかな、あれも関西コレクションだっけ、あれのオーディションみたいなのも出たし、あとは渡辺オーディション、育成のオーディションも受けたことあるし。今日はメイクをしてるので白いです。秋里さんこんばんは。アーツさんこんばんは。スイカさんこんばんは。一番広島弁出るのユーナかもしれん、そんな気がする。あんまりゆうちゃんとかの広島弁がなんか違和感あるほど聞いた覚えがない。それでは週末定番のあの曲に行きましょうかね。雑誌のオーディションとかは受けたことある。雑誌のオーディションはないな。でもあの広島のモデル事務所が主催するファッションショーの受けてそのままファッションショー出たこともあるよ。おいしょ。
マットがずれた。マットってこれブランケットだけど。ネーネはね、アイドルは興味ないんかもしれん。でもギター弾いたりはするから、どちらかといえば歌手？でもなんか目指してる感じないよ。オーディション受けたりはしてないし、趣味程度にって感じかな。ネーネがギター弾けるから、ユウナもギター弾くようになった。パパは、そうね、アイドル大好きだね。あ、これ声入ってる？スケモンサンバラ。今日はやっと金曜日だ。週末にキスをしようぜ。それまでお預けのゲーム。バンジェラモンスターさん、音符ありがとう。声聞こえてる？ホリちゃんさん、音符ありがとう。ヨウテトラポットさん、音符ありがとう。ヨスさん、音符ありがとう。カメさん、音符ありがとう。地下鉄の駅、人混みの中、背中押されて切なくなるよ。そのぬくもりに思い出すんだ。君は何をしてるのだろう。離れて暮らす僕たちの日々は、ビルボードのビジョンよそ見してもため息の風船膨らんでくよ。破裂しそう。世界中の恋人たちは、会えない時間深める。週末にキスをしようぜ。それまでお預けのゲーム。君に走り寄り、腕の中で週末キスをしようぜ。平日の二人のゲーム。あともう少しで君のことを抱きしめられるよ。ヤスビーさん、音符ありがとう。マスオさん、ハートありがとう。同じ毎日退屈すぎても、数日間の我慢じゃないか。楽しい予定を思い浮かべてやりきろうぜ。辛いことや悲しい、寂しさは走り抜けよう。愛しさに向かって Go ahead。 僕は自分にも言い聞かせたい。寂しさは走り抜けよう。幸せな時へ Go ahead。 どれだけ大切か、会えないから分かり合えるよ。50年ありがとうございます。音符もありがとうございます。フルパワーさん、音符ありがとう。カメさん、ミラーボールありがとう。鉄尾さん、音符ありがとう。目を閉じて思い浮かべよう、君の笑顔。まだ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  not yet。 愛したりない。週末にキスをしようぜ。それまでお預けのゲーム。君に走り寄り、腕の中で週末にキスをしようぜ。平日の二人のゲーム。あともう少しで叶うはずさ。寂しさは走り抜けよう。愛しさに向かって Go ahead。 僕は自分にも言い聞かせたい。寂しさは走り抜けよう。幸せな時
go ahead。 どれだけ大切か、会えないから分かり合えるよ。ピヨコちゃん、ワンさん、ダルマありがとうございます。ホリちゃんさん、ハートありがとうございます。231さん、夏いいねありがとうございます。きよ兄さん、音符ありがとう。週末のトヨットでした。ありがとうございます。パチ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 めっちゃ音入る。ありがとうございます。ヨウさん、おかえり。お疲れ。ヨウテトラポットさん、ハートありがとうございます。堂林選手打ったの？次聖夜だ。鈴木聖夜、ありがとうございます。いい週末をお迎えください。お正月みたい。アッキーさん、こんばんは。いい週末、日曜日は公演を楽しみにしていてください。配信限定公演をぜひぜひ見てください。今日は四国がやってて、明日がスタジオで、その次の日曜日がピンマイカーでございます。ぜひぜひ楽しみにしててね。ケンシーさん、こんばんは。カップ見てるよ。鈴木誠也、明日お仕事なのね。それでは今日の配信は終わろうと思います。半を過ぎちゃったので、今から日曜日に向けて練習頑張ります。それと学校の週末課題をいっぱいやります週末課題なー。おー、ホーム書いた、1点入った。せいやが打ったのか、いいところに。見てなかったよ。ありがとうございます。夜ご飯食べて。それでは終わりますよ。ランキングいきますね。コキン、お、いいじゃん。センター前、ピッチャー、キャッチャー戻せずホームか、ホームに戻せず。今日13位の方はお名前がなしなのかな。それでよき、了解。オオカミさんじゃ、アイコンアバターオオカミだから。オオカミさん、はい、13位オオカミさん合ってる、わかんないけど。12位アキサトさん、11位瀬戸内のミニマロンさん、10位ヤマポンさん、9位ヨーテトラポットさん、8位マスオさん、7位フルパワーさん、6位 STU 大大大好きさん、5位哲夫さん、はい、4位堀ちゃんさん、3位亀井さん、2位アルテマさん、はい、1位231さん。あ、ホームラン、おーおーおーおお、松山さんホームラン。2313、1位、ありがとうございます。いつもいいとこ見てないよふふ2、2、3塁でホームランかな。やば、全然見てなかった。大きくめっちゃ叩くやん。松山さん、アンパンマン、壇上の皆さんありがとうございます。今日カープ勝てるかな。ありがとうございます、ありがとう。それでは配信終わります。せーの、皆さん、はーい、
くれてありがとうございました。今から夜ご飯、もう寝る、お休みかな。ありがとうございました。それでは終わろうと思います。5、4、3、2、1、かまたねー、おやすみなさーい。